まあ、ここでね、社論的にこのカード実は熱いんじゃねみたいなのをいくつか発表したいと思います。やっぱりこの手の再録パックって再録されなかったものがすごい需要が上がるんですよね。って考えると再録されなさそうで今結構使われてるようなカードっていうのが熱いんですよ。でね、一押しがありまして、はい、どうもシャロンです。というわけでね、チャンピオンズリーグ京都にて発表された新情報でハイクラスパック VMAX クライマックスっていうね、12月3日に発売される新商品の情報が公開されましたと。これはね、まあ、いわゆるシャイニースター V とかタックオールスターズだったりとかね、遡るとウルトラシャイニーだったりとかに当たるハイクラスパックというね、特別なパックになってまして、どうやらね、 V か VMAX か V ユニオンが確定で入っているというようなパックになっているみたいです。 V ユニオンって続くんですね。で、このパックのね、もう目玉は何と言ってもキャラクターレアの復活、これですね。キャラクターレアっていうのはドリームリーグっていうね、サンムーンの時のパックにも収録されていたレアリティになってまして、まあ、トレーナーとポケモンっていう風なイラストになっていて、フルアートでね、 SR 加工とかはされてないんですけど、もうめちゃくちゃ人気だったんですよ。ドリームリーグってあんまり対戦で強いカードって入ってなかったんですけど、もうこのキャラクターレアがね、一箱にだいたい3枚ぐらいかな確か入っていたっていうのがもうめちゃくちゃ人気を博していて、まあ、SR もね、ソルガレオルナーラとかレシラムゼクロンみたいにキャラクターが映ってるっていうようなね、カードが収録されてたわけなんですけど、まあ、とにかく人気だったんですよね。でね、 VMAX クライマックスね、やってきましたよ、キャラクターレア復活。もうこんなのね、いいっすか、一言で言って、もう最高だよ、最高で、しかもなんと今回 CSR っていうキャラクター SR っていう新レアリティまで登場してるみたいですね。まあ、早速見ていきましょうか。はい、まずね、その CSR に当たるのがこのピカチュウ VMAX ですね。まあ、これはもう言わずもがな、レッドですよ。レッドが映っていて、後ろにね、巨大 MAX ピカチュウがね、映っているというようなイラストになっていて、まあ、CSR なんでね、まあ、おそらく SR 加工もされてるということで、まあ、めちゃくちゃいいですね。まあ、しかもね、ピカチュウってすごい人気のポケモンだし、レッドもすごい人気のキャラクターなんで、これはね、トップレアの可能性ありますね、このパックの。で、まあ、CSR はね、現状これしかまだ発表されてないみたいなんですけれども、まあ、普通のキャラクターレアも多数発表されてまして、まあ、モココがね、カミツレと一緒にね、なんか鏡を見ながらこう毛づくれをしているっていうようなね、可愛すぎる。しかも普通のモココもね、収録されるんですけど、モココは送空ストリームとは違うイラストで収録されるみたいですね。そしてゼクロムですね、まあ、ワイルドショックで相手を麻痺にさせるゼクロムのキャラクターレアが収録されていますね。これは N です。めっちゃかっこいい、空飛んでてね。 N はね、ゼクロムと結びつけたいかレシラムと結びつけたいかでね、結構派閥が分かれる気がしますね。さあ、そしてアルカナ社員のね、サーナイトのキャラクターレアなんかもありますね。これもね、サーナイトがめちゃくちゃドアップになっていてね、すっごく可愛いですね。これも人気ありそうです。ただサーナイトは可愛いんですけど、一緒にいるキャラクターがドクターっていうね、ちょっと地味ですよね。で、EV ですね。まあ、EV はやっぱ人気のポケモンですし、まあ、このね、マサキっていうね、やっぱ人気のある初代のキャラクターっていうことで、まあ、もちろんレッドとかね、そのグリーンとかに比べたら人気は劣りますけれども、まあ、やっぱりね、初代人気ってすごいあるので、これも欲しいですね。EV がドアップでめっちゃ可愛いですね。なんかこう、やんちゃな EV っていうような感じですかね。公式サイトにもね、なんかストーリーがちょっと書いてあるんですけれども、まあ、呆れてるように見えるものの優しく微笑んでいて、EV のいたずらに対して愛情を持って接していることがわかるというようにね、ストーリーがあったりするわけですよ。で、まあ、今回発表されたね、キャラクターレアはこんな感じだと思うんですけれども、まあ、これね、コレクションナンバー見たらわかるんですけれども、まあ、めちゃくちゃあるのはね、間違いないので、まあ、どんなね、キャラクターレアが来るかっていうのをね、想像するのもかなり楽しそうですよね。やっぱりパッケージに、ユーリとか、キバナとか、マリー、アセロラとかね、キャラクターが結構映ってるんで、まあ、この辺はほぼ確定で出てくるのかなというような気がしますね。まあ、キバナだとやっぱりジュラルドンとか、なのかとか、まあ、もしかしたらユーリでね、なんかザシアンとかもね、あるかもしれないですよね。ポケマス的に考えると。マリーはやっぱりモルペコですかね。グリーンはなんだろう。まあ、ピジョットとかのイメージありますけど、ピジョットのなんかいい感じのカードないから、まあ、EV
VMAX とかですかね、まあ、こうやってね想像するだけでもすごく楽しいですね。でそしてこのねキャラクターレア以外にも普通にねあの対戦で活躍しているカードたちもえりすぐりの再録ということで、まあ、すでに発表されているのが一ウーレンウー、ハクバド、クロバド、ジュラルドン、レック、冒険家の発見、雪道、レベルボール、霧の水晶みたいなねデッキにめちゃくちゃ入れたいカードとか、まあ、結構デッキの主軸になってきてねシングル買いとかしようとしても単価が高かったりするカードがねがっつりと再録されるということで一気にねデッキが組みやすくなりますね。ザシアン V とかもね昔はね1500円ぐらいしてたんですけど、まあ、やっぱりシャイニースター V とかで再録されて手に入りやすくなってねあの300円とかで買えるようになったりとかっていうようなね過去があるので、まあ、黒馬バドレックス VMAX とかね今結構ね4枚揃えるってなるとちょっとお値段かかりますけれどもぐっとね手に入りやすくなってねデッキがすごい組みやすくなるんじゃないかなっていうことで、まあ、ポケカをね新規に始める人もめちゃくちゃ増えそうですし友達も誘いやすくなりますよね。地味にねレックーザとジュラルドもなんかイラストがね違いますね。で、まあ、まだまだ登場ってなってるんでね、ガンガン強いカードがね、再録されていくと思うんですけれども、まあ、ここでね、シャロン的に、まあ、このカード実は熱いんじゃねみたいなのをいくつか発表したいと思います。やっぱりこの手の再録パックって、再録されなかったものがすごい需要が上がるんですよね。って考えると、再録されなさそうで、今結構使われてるようなカードっていうのが熱いんですよ。でね、一押しがありまして、クワガノン V ね、熱いんじゃないかなと思ってますね。で、まあ理由としては、このね、再録で発表されてるカードって、全部 E ブロック以降のカードなんですよ。要するに、一撃マスター、連撃マスター以降のカードなんですよね。で、やっぱり、こういう新商品って、昔のカードとか入れると、レギュレーション変更の時に、なんかこう、使えないカードが入ってるパックとかになっちゃうじゃないですか。なんでね、D ブロックのカード、入れづらい説っていうのがあると思うんですよね。まあもちろん、このワイルドショックのゼクロムのね、キャラクターレアとかが収録されているので、D がね、完全に入ってないわけではないんですよ。でもこのゼクロムって、キャラクターレア用に入れてるって感じあるじゃないですか。なんで、このダブルレア枠とかトリプルレア枠を D のカードってあんまり入れないんじゃないかなっていうね、すごいもう完全に個人的な予想です、これは。なんで、まあ今ね、クワガノン V とか、まあ例えばマホイップ VMAX とかね、あとはヤミラミ V とか、この辺は結構ね、再録されなくて、みんながねやべえ再録されなかったから手に入れなきゃってなる可能性あるんじゃないかなってね個人的には睨んでます。まあ、他にもねアメイジングレアのねジラーチだったりとか、まあ、あと、まあ、これはそもそもパックのカードではないですけど、ね、広がる炎のビクティニ V とかね、まあ、こういうカードはね今のうちに手に入れておくと後々ね手に入りづらくなるかもしれません。もうこれ本当にねシャロンの個人的な考えでしかないので苦情は受け付けません。まあ、あとやっぱりね、キャラクターレアって昔も存在していたやつなんで、今回ね、キャラクターレアがたくさん出るってなると、やっぱり全部揃えたいっていうようなね、人も出てくるんじゃないかなと思うんで、昔のキャラクターレアなんかの需要もね、結構上がってきそうですよね。まあ、シャロンもね、キャラクターレアは全部集めてコレクションしているので、VMAX、クライマックスにね、収録されるキャラクターレアね、まあ、全部いずれ集めたいけど、なんか怖いですよね。このキャラクタースーパーレアの封入率とかが想像もつかないし、あとまあ、ピカチュウ VMAX ってもうね、バーンとトップのやつ来ましたけど、他にもね、やばいのガンガン来たら、もうちょっと手に入る気しないですよね。そんなこんなでね、発表された VMAX クライマックスですけれども、まあ、1泊550円ということでちょっと高いは高いんですけどね、もう死ぬほど強いことがもうこの時点でね、わかるので、もう大丈夫かなっていうレベルですけど、発売はね、2ヶ月後ですが、もう今から楽しみで仕方がないですね。はい、で、あと一応ね、スペシャルデッキセットザシアンザマゼンタ VS 無限ダイナっていう商品もね、発表されていますね。まあ、これはちょっと前に発表されていたんで、まあ知ってる人もね、多いかなと思うんですけれども、まあ簡単に言うとね、もう結構強いね、デッキが2つ入ってて、それがザシアンザマゼンタデッキと無限ダイナデッキ。で、まあこれらでね、遊べるよっていうような内容みたいですね。で、まあクイックボールとか進化の方みたいな必須カードもしっかり入っていて、しかもね、目玉のザシアンとザマゼンタは色違いで収録されているっていうのがアピールポイントみたいですね。まあただ新規のカードとかは、まあ、おそらくあんまり入ってなさそうなので、まあ、スターターデッキっていう感じですかね。この前出たあのハイクラスデッキ、ゲンガー、インテリオン、ダブルボックス的なイメージなのかなと思います。ただまあこれ買ってね即遊べるっていうのはねすごくいいと思うので、まあ、その新規参入のポケカプレイヤーとかにはかなりいいかなと思います。無限ダイナも色違いにしてやれよ的な意見がすごいありそう。またこれで壇ノ浦さんと対戦していくわ。あとね、新規のザシアン V がね、25周年パックでね、
収録されることも発表されていたので一応紹介します。これはね、剣の方向っていう特性を持ってて、まあリーフィア V の緑化細胞みたいな特性を持ってますね。これはかなり強いかなと思いますね、特性自体で。技がね、ストームスラッシュが60プラスで超エネルギーの数かける30ダメージ追加ってことなんで、まあ何もなければ60ダメージで、超エネルギーが3枚ついていたら、まあ150ダメージっていうような内容になってて、まあその後ね、青天井で伸びていくよって感じですね。で、まあこれ結構強いんですよね。やっぱり超タイプでありながら、まあ鋼弱点のアタッカーってことで、まあ相手のね、悪ポケモンと戦っていけるっていうようなアタッカーになってますし、まああと、黒馬バドレックス VMAX デッキとかってね、結構サイド2で殴っていくアタッカーがね、不足していたりっていうような事情があったりするんですけど、まあその枠にね、採用したりとか、まあ、そういう使い方ができるんじゃないかなと思うので、結構強いかなと思います。ただなんかめちゃくちゃ強いとかはないですね。まあ、こんな感じでね、新情報をガンガン発表されてますので、ね、もう今からすごい楽しみです。というわけで、今後もね、シャロンチャンネルでは新情報だったりとかをまとめたりね、これ熱いんじゃねみたいなね、勝手な予想をベラベラと喋っていきますので、よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。